こんにちは、サーヤです。髪色とネイルを変えてきたので紹介したいと思います。はい、前回染めてアッシュにグレーのアッシュにしたんですけど、色落ちして、まあ、明るくなってたのでまた色を入れてきました。で、前回よりちょびっとだけ明るいかな、グレージュに。で、毛先はね、もうちょっと髪の毛染めたのが実は2日前で少し色落ちしちゃったかもなんですけど、毛先に薄くねピンクを入れました。さりげなくて可愛いんですよ。で、今回はエクステ前回30本だったかなつけたんですけど、60本にちょっと量を増やしました。で、エクステつけてエクステのままねカラーをしました。すごい可愛い色になりました。なんかアッシュ前回すごく好評だったので、今回もねアッシュにしちゃいました。美容院はいつも通ってる渋谷のリゼルでカズさんにやっていただきました。光の加減ですごく色が変わるんですけど、明るいところにいるとねピンクが結構バシッと目立ったり、自然光に当たるとちょっと透明感があるような髪色に見えたりとか、すごくそれも可愛いです。で、アッシュはね色落ちする段階もすごく楽しめるので、ハマりそう、これからもって思います。で、次ね、ネイルを紹介します。ネイルもめちゃめちゃ可愛いんですよ。 Twitter で一回そのネイルが可愛すぎるって言ったらね、すごい見せて見せてってリプも多かったので、ようやく公開します。いきます。じゃーん、めっちゃ可愛くないですか。前回は水色とかシェルとかでちょっと夏っぽいという感じにして、まあ、大人っぽいのと可愛いの中間みたいな感じのネイルだったんですけど、今回はもうがっつり可愛いネイルにしてきました。右手の親指がこんな感じでハートがねポンポンポンと3つ並んでる絵を描いていただきました。で、ベースは少し明るめのピンクです。で、ここがこれがめちゃめちゃ可愛いんですよ。うさ耳なんですよね。これ 3D で作っていただきました。超かわいい。で、これがハートのホロを置いて周りにパールを囲んで、で、ここが編み上げのリボンですね。で、ここに大きいパープルのハートのストーンを置いてもらいました。で、ベースはキラキラのピンクです。で、左手はこっちが編み上げのリボンで、ハート、ミサミミ、ホロのハートにパール、小指は親指と一緒のハートを描いてもらいました。本当に可愛くてずっと見てられます。で、今回も前回と同じ、いつもお世話になっている五反田のネイルサロンでやっていただきました。もうこのうさ耳が何より可愛くてね、キュンキュンしちゃうすごいガーリーな感じにしていただきました。今回もジェルネイルで地爪です。なんか今月は誕生日の月ということもあって、私の大好きな色をねいっぱい入れました。髪にもさりげなくピンクを入れたりね、ピンクな月で服もピンクいっぱい頼んだしねはい、こんな感じで今月のヘアとネイルの紹介でした。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てね。チャンネル登録お願いします。さやでした。バイバーイ。あ、ネイルとヘアの詳細下の概要欄に貼っておくので、ぜひ見てみてください。バイバーイ。